アイテム番号 SCP-94JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-94JP はセクター27にある 8×10 メートルの人型 SCP 収容エリアに拘留されています。一般人間型取扱規定により SCP-94JP は収容所に設置されたすべての物品にアクセスが許可されます。室内は軟性のゴムで覆われ、置かれる家具なども危険のないように十分配慮される必要があります。定期的に健康状態の確認が行われ、専門の医療スタッフを24時間体制で待機させてください。食事は栄養面に配慮された低カロリーかつ鉄分の多いものが推奨されます。SCP-94JP の健康を害する要素は可能な限り排除されるべきであり、それらに関わる要求は拒否されます。また、月に一度カウンセラーによる心理状態の確認が行われます。対象への実験は限定的に行われ、その健康状態を損なう可能性がある実験は承認されません。実験や研究目的での対象への接触にはセキュリティクリアランスレベル3以上の職員2名による許可が必要です。現在のところ、SCP-94JP は財団の収容に対して協力的であり、強制的な措置は必要ないものと思われます。説明。SCP-94JP は20歳の平均的な日本人男性です。通常の健康診断では特に異常は確認されません。その特性は血液内にあり、血液サンプルを顕微鏡で観察すると、その中に様々な種類の小型の魚介類に見える生物が観察されます。これらは SCP-94JP の健康状態に影響を与えません。この魚類たちをまとめて SCP-94JP1 に指定されています。現在、0.2 から10ミューMというマイクロサイズの、おおよそ地球上で確認されているほとんどの種類の魚類が SCP-94JP の血中より確認されています。現時点で判明しているだけで6000種が見つかっており、本物の魚類のような生態系を持ち、食物連鎖が存在しています。SCP-94JP1 はその部位によって種類に偏りがあることが調査により判明しています。動脈部分にはマグロやカツオなどの回遊魚、内臓部分にはチョウチンアンコウなどの深海魚とみられる SCP-94JP1 が地中より確認されています。また、口内の唾液を検査した結果、ボラやハゼなどの水域で生息可能な魚類に似た SCP-94JP1 が見つかりました。これらの魚類がどのように生育し、人体の健康を保っているのかは不明です。SCP-94JP は彼の所属する企業での健康診断からその異常が確認されました。健康診断を行う保険会社内の財団エージェントにより財団に報告がなされ、SCP-94JP の確保が行われました。それ以前の診断や小児期の記録では異常は認められておらず、 SCP-94JP の異常が近年起こったことなのか先天的なものなのかははっきりしません。2000年6月9日に SCP-94JP の体調に変化が生じました。事件記録 94JP B を参照。医療スタッフによるとこれは急性胃炎であると見られます。体調は激しく嘔吐し、吐砂物の中からはエソ、アンコウ、サメ類などの深海性の生物に似た SCP-94JP1 が確認されました。この事件後、インドの港付近の海岸に大量の深海生物が打ち上げられる事象が発生しており、SCP-94JP の血液環境と現実の海、洋環境に何らかのつながりがあることが示唆されています。ポイ、094JP。01/202000年4月22日、 SCP-94JP の体調に変化が生じました。事件記録 94JP C を参照。 SCP-94JP は急なめまいと吐き気などを訴えました。医療スタッフによる即時の健康診断の結果、肝臓数値 GOT AST および GTT ALT 数値が上昇していることが確認されました。
同日にて大量の原油流出事故が発生しており、彼自身が現実の海洋環境の影響を受けていることが明らかとなりました。ポイ 094JP 02 2000年9月日 SCP-94JP が財団による調査手術に同意。手術は身体各部位の血液サンプルを得るために行われます。手術には蚊の健康状態に対する最大限の注意がなされ、最も身体的、精神的リスクの少ない方法が選ばれ、ベテラン医療チームが編成されました。以下に調査によって得られた成果を記載します。実験記録94、日付2000、年10月、日。対象、SCP-94JP。手順頭部皮下の血液サンプルを採取し、検査。結果、北極、および南極圏に生息する魚類を確認。分析実際の体温や血液温度に関わらず、確認されたツノガレイなどの魚類は不高糖タンパク質を持っていた。また、SCP-94JP の頭頂部には著しい脱毛が収容前から見られ、オゾンホールとの関係が示唆されている。実験記録94、日付2000、年10月、日。対象、SCP-94JP。手順両肺部を鏡視下手術にて血液サンプルを採取し、検査。結果右肺には大西洋、左肺には太平洋に生息する魚類を確認。分析左肺の方が心臓に近いのでこういった分布なのだろうか。実験記録94、日付20、10。対象、SCP-94JP。手順肝臓、脾臓、膵臓などの各臓器の血液サンプルを採取し、検査。結果各臓器には深海性の魚類の姿を確認。海洋学者の解説では胃付近はインド洋、肝臓はメキシコ沖と思われる。分析臓器の配置と海洋の位置関係についての関係は現在は不明。中血液サンプルの検査中に複数の職員が人型をした奇妙な生物が泳いでいたとの報告を行っていますが確認は取れていません。また、数種類の新種と思われる未確認の魚類も発見されており、これが実際の海洋に存在しているかは調査待ちです。以下は、博士によって行われた SCP-94JP へのインタビューです。対象、SCP-94JP。インタビュアー、博士。録音開始。おはよう、SCP-94JP。気分はどうだい？おはようございます。まだよく理解できません。なぜ僕がこんなところに連れてこられたのか。君の身体に関しての説明は十分に行ったはずだ。いくつか質問してもいいかな？はい、僕にわかることなら。結構、まず、君自身は自分の身体のことについて何も思い当たることはないかな？特には何もありません。魚が好きでよく食べるというくらいです。会社でも普通にしていました。今まで大きな怪我や病気などをしたことは？特には、ああ、いえ、一度肺炎で高熱を出したことがありました。確か僕が、年くらいの頃。1900、年の、月、日のことだね。その時でニシンの大量死が確認されている。当時の新聞にも載っている。これについて、何か感想はあるかね？回答なし。SCP-94JP は狼狽しているように見える。何か私たちにできることはあるかい？何をしてくれるって言うんですか？録音終了。